じゃじゃーん。おー、ケイガだ。私、山下さなえ。こっちは朝5時から並んでやっと手に入れたアニメのキャラクターのフィギュア。おいくらしました？129,800円。うおー、たくー、愛だねー。うわ、何あれ、オタクキモ。同じ学科のギャル、ジュリナが遠巻きに仲間とバカにしていたけれど、気にならなかった。中学の頃から喫水のオタクで、色気ゼロ。恋愛？何それ、美味しいの？状態の私、すべてをケイガに捧げています。あ、レイさん。そんな私にも気になる人ができた。2個上のレイ先輩という人なのだが、ケイガがこっち見てる。しっかり、あれは3次元。レイ先輩は私の髪押し、ケイガにそっくりなのだ。え、こっち来てない？ねえ。あ、私？そうそう、黒髪の君。それさ、バスケのプリンスのケイガでしょ。そうですが。俺もさ、バスケのプリンス好きなんだ。よかったら昼飯一緒に食べない？はぁ？わ、突然のことに頭が追いつかなかった。ダメ？サナエちゃん、いけいけ。はい。じゃあ昼、食堂で。はい。夢？とうとう二次元の世界に来れたのか？いや、現実三次元。どうやら本当らしい。なんで私がケイガに？ジュリナがすごい睨んでくるけど、それよりもとにかく舞い上がっていた。そしてケイガじゃなくてレイ先輩と食事、日替わり定食を食べながらバスプリの話をしていたのだが、ねえ、俺と付き合わない？隣の席でめちゃくちゃ睨んでくるジュリナ率いるギャル軍団から悲鳴が上がった。サナエちゃんの話面白いし、一生懸命話してる顔可愛いし、自分の好きなキャラに総額100万近く使ったって、それだけ一途ってことでしょ。すげえ素敵だと思う。その愛、ほんの少し俺に分けてくれない？ダメ？ダメじゃないです、おさせていただきます。こちらを睨み続けていたジュリナがそっと押した。その日からジュリナのつまらない嫌がらせが始まった。ごめん。うわ、私が使っていたお気に入りの経過グッズにジュースをかけられたり、水筒にゴキブリのおもちゃが入っていたこともあった。サナエ、これ普通実物入れるでしょ。なんでおもちゃで妥協したんだ？そこじゃない。全部耐えられた。なぜなら、サナエ、大丈夫？レイ先輩がいたからだ。レイ先輩はいつも傷ついた私を優しく抱きしめてくれた。面白くて優しくて、アニメの話だって盛り上がってくれる。私はいつの間にかレイ先輩の虜になっていた。だから、サナエ、ごめん。今月ちょっと厳しくてさ、1万でいいから貸してくれない？本来ならば、ケイガのために使っていたお金をレイ先輩に渡していた。正直不安にならないと言ったら嘘になるけれど、今はこの幸せは噛みしめたかった。家を出るとき、あの時買ったケイガのフィギュアが寂しそうにこっちを見ている気がしたが、レイ先輩のためだから仕方ないよね。しかしそんなある日のこと、私は美穂と歌舞伎町へバスケのプリンスの映画が公開されたので見に行ったのだが、あー、やっぱり今作も最高でしたなー。ねえ、ケイがやっぱりかっこいい。けど、やっぱりレイ先輩の方がかっこいい。うわ、目の前からド派手なホスト集団が歩いてきた。待って、嘘でしょ？レイ先輩そっくり。ほんとだ。ね、ちょっとついてこ。私たちはそのホスト集団をそっとつけ、店を突き止めた。クラブキングダム。すぐにネットで調べると、ホストたちの写真がずらっと出てきた。メイクとか髪型でちょっと違うけど、パーツが全部レイ先輩。さすが、めっちゃ見てるだけある。うん、見てるだけで免疫力上がるから。いや、それより、なんでホストで働いてるの？私には何も言ってなかった。聞いてみた方がいいんじゃない？いつも、デートは土日の昼だった。大学終わりは会えないと言われていたからだ。雑誌の撮影とかなんとか言ってたけど、全部ホストで働くためだったの？なんて聞いたらいいかわからずにいると、次の日、ジュリナから呼び出された。何ら関係ない研究室の前で、ここで待ってて、と言われ、おとなしく待っていると、中から。先輩！おお、ジュリナ！中を覗くと、レイ先輩といつも一緒にいる男の先輩がいた。ねえ、この前してくれた話、もう一回してください。レイ先輩がサナエってオタクと付き合ってるのは金のためっていう話。ああ、いいけど、なんで？は？いいから、いいから。中から聞こえてきたのは、
レイ先輩が私と付き合い始めたのは、手に持っていたフィギュアが高額なものであると知っていて、私が金を持っていると確信して、それを巻き上げるためだということ。その話を私に聞かせることが、ジュリナの私への嫌がらせの一環だったらしく。お待たせ。ごめんね。話聞こえたでしょ？私の中で全てが繋がった。急に告白してきたこと、頻繁に金を要求してくること、ホストとして働いていたこと。聞こえちゃった。ショックじゃないと言えば嘘になる。しかし、それよりも私の中でメラメラと燃え上がるものがあった。後日私はレイ先輩を呼び出した。柱の陰にジュリナが立っているのも見えた。あいつも私が呼び出しておいたのだ。先輩、別れてください。なんで？私と先輩じゃやっぱり釣り合わないかなーって。は？そんなことないよ。レイ先輩は金のために私と別れようとしないだろう。そんなの想定済みだ。もう先輩に渡せるお金もないし、そんな女そばにいる価値ないですよね。金がないと言った瞬間、先輩の顔色が変わった。そっか。俺はサナエが好きだったけど、サナエがそんな風に言うなら仕方ないな。その後予想通りジュリナが飛び出してきて、レイ先輩に飛びついた。先輩、ジュリナがそばにいてあげる。後ろから抱きついたジュリナの腕時計をちらりと見たレイ先輩は、ありがとう、俺には君しかいない。後日、レイはな、パチンコにドハマりしてんだよ。嘘でしょ。ほんとほんと、金とかしてやばいとこから金借りてんだって。食堂の奥からもう大学に現れなくなったレイ先輩の話が聞こえた。借金を返済するためにモデルとホストをしていて、そして私を騙したってわけか。ジュリナは愛する最低男レイ先輩をつなぎ止めておくためになんとか金を作っていた。時計を売ったりカバンを売ったり、やがて大学を辞め、どうもリナです、歌舞伎町で夜の仕事をしているらしい。レイ先輩さん、店の金にも手をつけてやばいらしいよ。サナエも気をつけてね。もちろん、やっぱ二次元が一番だわ。変な話、貢いだお金は返ってこなかったけど、それはお仕事だと思ってもう気にしていなかった。それよりレイ先輩とジュリナはもう二度と表に出てこれないのだろうか。欲に取りつかれると取り返しのつかないことになると、よく分かった出来事でした。ご視聴ありがとうございました。また見てね。